はじめまして、おはようございます。不明です。エビか。では、続きやっていきましょう。ポン。次が、これか。タップスター。仲良しタップ4人組は、スターを夢見て今日も練習。タップの道は長く険しい。でも、うまくできると気持ちいい。行ってみましょう。苦手なんですよね、これね。タップスター。タップダンスの練習です。まずは、みんなに合わせてステップしてみてね。まあ、こうやって普通にタップしてる間はいいんですけどね。この、なんだ?タイミングがずれる、タイミングが変わるっていうのかな?時が厄介なんですよね、このゲーム。OK! 次は、ステップを切り替える練習です。これこれこれ。声をよく聞いて覚えてね。せーの、でチェンジ。はい、はいで戻る。これね。これの戻りの部分が厄介なんですよ、なかなかに。OK! 今度は長さを変えて練習するよ。せーの、でチェンジ。はい、はい、で戻る。いい感じ。では、最後の練習です。せーのでチェンジ、はいはいで戻る。はい、練習は終わりです。それでは本番頑張りましょう。はあ、行きますか。これはなかなかに面倒なので、一回で終わることを願います。これがなかなかね、あれ、ずれた。戻りが本当にタイミングつかめなくなってきますからね。こうやって長くなれば長くなるほど、ちょっと戻る時のタイミングがね、わからなくなった。今回はさすがに平凡かな。終わりか。どうでしょう、仲間のコメント。しっかりステップ踏めてる。しかも切り替えが良かった。さらに OK が OK。 ハイレベル良かった、良かった。俺らスターっぽくね。
いや、一発でいけてよかった。ほんと2回はやりたくない、これ。エビ温度。海岸でエビダンサーズを発見。エビだって温度があれば踊り出すさ。でも、ぶつかると痛いさ。これは ABC だけ気をつければいいのかな。俺たちエビダンサーズ。みんなでダンスを踊るさ。早速やってみるさ。こんな感じか。思い出しました。はい。いい感じさ。次は決めのパターンさ。A、B、C の C で A ボタンと B ボタンを同時に押すさ。あ、そこんな感じですね。そういえば今回ちょっと、なんだっけ、収録機器の方をいじって、OK、次行くさ。あ、まだなんかあったんだっけ。リズムをちょっとずらすさ。待ったの後の、うんは休むさ。ありました、そんなの。完全に忘れてたけど。あ、こんな感じ。はい。ならば本番さ。はあ、さて、で、収録機器の方をちょっといじりまして、なんだっけ。このゲームの音声とマイクの音声のズレを、ちょっと、ズレを調整、あ、出た。よいしょ。ズレを調節してみたんですけど、どうなんだろう。A, B, C 合ってるのかな、大体。こう、若干ズレとかあるじゃないですか。それをね、なんか調節できる場所を、おっとっとっと、見つけたので、あ、おう、待って。ダメだ、集中しないとダメだ。ふう。まあ、ちょっと、ずらしてみたんですよね。これで音ずれ、息がぴったり合ってます。しかも綺麗なジャンプです。さらに待ったで待ててます。ハイレベル。よかった。息ぴったし。これでゲーム音声とマイク音声のずれがなくなってくれているとありがたいんですが、やりません。どうなんだろうな。図書ガールズ。あ、これ結構楽しいかも。くるくる回すやつ。図書ガールズは頑張ってる人たちの味方です。心のこもった応援で今日も誰かを励まします。行ってみましょう。私たち図書ガールズ。頑張ってる人を応援します。
そのためにはまず練習よ。みんなに続いて A ボタンで本を回してね。まあこんな感じでね、他の人に合わせてボタンを押す感じですね。その調子。次の練習行くわよ。Hey, you can do. いい感じよ。まだまだ練習あるのみよ。おう。ありましたね、こんなのま。そうね、いい流れよ。次が最後の練習よ。みんなで一斉にやるわよ。AB 同時押し放す。はいはいはい。あう、連続で来るんだっけ。あたし。はい。完璧ね。それじゃ、この調子で応援しに行くわよ。あ、応援でしたっけ。なんだっけ、チアガール。おっとっと、危ない。途中失敗しましたね。メンバーの達成感、いい応援だったね。しかもサビで一つになれた、よかった。ハイレベル。はい、ちょっと歌だったので黙ってましたが、途中思いっきりミスっててつい吹き出してしまいました。おかげで合格できました。いや、途中のあれね。お、空手か。もう一作目からもおなじみですよね、空手か。空手のトレーニングです。コンボを決めて目指すは世界一。あれ、これも曲あるんだっけ。空手家って一作目以外は曲があった気がする。特訓するよ。まずは練習からね。 A でパンチ、飛んでくるものをぶっ飛ばそう。まあおなじみですね、ここら辺は。本作は何だっけ。ああ、嘘。本作はパンチキックだっけ。 OK、 その調子。次はコンボの練習だ。 A ボタンと B ボタンを使うよ。ちょっとやってみて。そうですね、 AB 同時押しでコンボ発動。同時に話すとアッパー。
オッケー。じゃ、コンボで物をぶっ飛ばしてみよう。テキパキドッカーンのリズムに合わせてね。電球の後に注意。こんな感じですね。いや、懐かしい。よし。それじゃあ、本番行ってみよう。師匠の言葉、基本ができている。しかもリズムの変化に対応できている。さらにコンボが決まっていた。ハイレベル。いや、ほんと、リズムに乗りやすくていいですよね、空手家。曲もかかってるし。とりゃー。やっててすごく楽しいんですよね。さあ、リミックス7来ました。ここ曲かかるっけ?いろんなゲームがごちゃ混ぜで登場。今回はスペーシーなアレンジです。レッツトライ。まあ、二つも曲あり入ってきたから、さすがにここに曲は入らないかな。Seventh Remix。曲、もしかしてかかる?おどどどど。あ、かからないね。おっとつ。あ、懐かしい。このリズ、おっとと、リズムの表と裏、どっちも出てくるってのは厄介ですよね。あ、これもあったんだっけ。苦手、やめて。ずれた?嘘。
確かこれだけかな、一番最後にすごく長いやつ。あれがなかなかできなくてね。もうパーフェクトキャンペーン取るとき、ほんと、これ、かなり最高です。ハイレベルありがとうございます。当時、パーフェクトキャンペーン取る際に、ほんとこのゲーム苦戦させられたんですよ。今回の旅、リズム天国到着。終わり？終わった？リミックス7、クリア、おめでとう。あれ最初どんな声で読んでたっけ？リミックス7クリアおめでとう。でいいや。でいいや。お疲れ様。この後ゲームはまだ続きますが、ここで一休みも兼ねて、このゲームのスタッフを紹介させてください。まあいつものですね。途中で終わるっていう。あ、ゲームのキャラの名前も紹介しますので。顔を思い出してみてね。ではどうぞ。そして相変わらず喋らない、一番左の水色のね。あ、曲かかるんだっけ？黙ろう。終わりましたね。みんなのリズム天国キャスト。こっからがクレジットかな。お猿さんにゴルファーマンドリコ。ロボットたち。うん、最初の頃の懐かしいですね。シー君とソー君。名前がまんま。後輩先輩イタチカップル。フォークってキャラじゃないよね、それ。お猿さん。秘書、重役の皆さん。まあ、リズム天国ってね、お猿さん、ちっちゃいな。あ、腕時計のね。ワークマン。リズム天国ってこういう、組み立てキットキャラじゃないでしょ？クイック&スロー。こういう名前が、マッスル人形、ありきたりっていうのかな。レポーター、レスラー。こういう感じが、いらん、ことし、読み切れなかった。前向き。古伝立国さんは最初からお馴染みですね。魚つる子、隊長とコロコロ探検隊、読み切れない。ピッチャーお猿さん、バッター。お猿さん多いね。色とりどり。ロケットゼロ。ほんとキャラじゃないのもキャラとして紹介されるっていう。コンコンズ。ボッサ・ノバ。MDS ・フィート・ソー・タップスターズ。
エビフライ?あー、なるほど。図書ガールズ。空手家。なんで空手家色ついてないんですかね。マスター。カモック、マッシュ、リボンちゃん。遊んでくれてありがとう。こういうありきたりな単調な名前っていいですよね。なんかゲームはまだ続くよ。はい、というわけで恒例のエクストラゲームズのコーナーがオープン。はい、シリーズファンの人にはたまらないかな。スタッフクレジットのコーナーがオープン。時々見てもらえると嬉しいです。はいはい。まあさっきのはなんだエンディングということでね、勝手にポンポン飛んでましたけどね。ここを選んで遊ぶとなんだ最初に流れたジャンプしながら進んでたあれ、リズムゲームとして遊ぶことができるんですよね。そこら辺も恒例かな。一作目どうだっけ。まあいいや。っていうか、あのゲーム自体が一作目にあったやつですよね。で、エクストラゲームズに確か、なんだっけ、過去作のゲームが入ってたと思うんですよね。そうだ。パチパチ三人衆に白いお化け、リズムお習字、それにタップダンズ。いや、懐かしいのが、今作遊べちゃうっていうね、この、綺麗になった映像で。と、まあ、こんな感じでね、そこら辺はクリアしてから見ていくとして、まあ、いつものように喫茶店でマスターと話して、今回も終了としましょう。いや、いらっしゃい。そうそう、もうすぐ猿時計でパーフェクトキャンペーンやるらしいですよ。ぜひチャレンジしてみてくださいね。応援してます。ではまた。まあ、やらないですけどね。まあ、セリフが、会話内容が、もうパーフェクトキャンペーン一択ぐらいになってるので、いちいち話しかける必要もないのかもしれないですけどね。というわけで今回はここまでで終了としましょう。古殿立国さんですね、次。あ。確かこっち続くで終わってましたよね。確か。それの続きがここでできるみたいな、そんな感じ。では、また次回。ご視聴ありがとうございました。